次に15番高橋和義議員。15番高橋和義議員。15番高橋和義議員。それでは本日最後の一般質問になります。平成29年度12月定例会におきましても、議員に与えられた固有の権能としての一般質問を行います。今回は宮崎駿の論文について、それから過去に支払われた80万円の違法に支払われた80万円の行方について、それから旅費等の支出等の在り方についてお尋ねをして、2、3議論したいというふうに思っております。さらには市長の決裁を受けないで給与を引き上げた過去に方がいらっしゃいまして、そこがまだ未解決な事件になっているということで、後ほど触れさせていただくということでございます。はじめに宮崎駿の論文、これは市民がつけたガラスバッジのデータによって、仕上がった論文でございますが、これは復興再生ニュースの30号によって、私どもも目にして、気になっていたところ、専門の方々からいろいろとご指導いただいた結果、何せ論文は英文なもんですから、私たちには理解ができなかったのですが、ご指導いただいて徐々にいろいろと分かってきたというところでございます。まずはじめに論文作成に至るまでの市としての経過等について詳細をお尋ねしたいと思います。答弁を求めます。直轄理事。この論文につきましては、平成27年の8月、市長名で、宮崎先生に、文書にて研究論文化を、依頼したという経緯でございます。高橋議員。いろいろと9月定例会でもやり取りさせていただいた中に、宮崎先生と医大との関係からしても、このデータをやり取りしたというのはこの論文とは関係はありませんという答弁をいただいているんですが、そこはどうなのかなということを確認させていただきます。答弁を求めます。直轄理事。やり取りといいますと、宮崎先生に、ガラスバッジなりのデータを、お渡ししなければ研究論文成り立ちませんので、そういった意味で、データの方は、宮崎先生の方に、提供をしたということでございますか。高橋議員。9月の答弁の時に、千代田テクノルを通して宮崎市と早野市に個人情報を提供したのは依頼の論文と関係ないですっていう答弁してるんですよ。ここがちょっと理解に苦しんだので説明できない。答弁を求めます。直轄理事。それはおそらく27年の2月の ことだと思うんですが、千代田テクノの方から依頼があってということで、データの最適化といいますか、研究バージョンアップということで、求められて、千代田テクノの方から宮崎先生へということのことを言ってられるんだということだと思うんですけど、それはその時点では直接は研究には関係ないということでございます。高橋議員。これ2014年の10月17日の夜、パリで開かれたセミナーで
宮崎さんが伊達市の市長に市のデータを僕に預けて分析をしてもらおうと提案してくれたと。伊達市とは女性に関わった職員とよく話をしていて信頼関係も築けていた。これ半沢理事のことだと思うんですが、彼らの後押しもあり市から持っているデータの分析を正式に依頼されました。行政が持っているデータをもとに学術論文を書くなんてことは普通はありえませんって頼まれた方も驚いてるっていうことですのでね、今回の論文はこれが入り口なんですよ。で、頼んどいて9月の2月でしょうねっていうことで、そういうこととは関係なかったっていう答弁されるとどういうふうに理解していいのかっていうのがわからないので聞いてるんです。答弁を求めます。直轄理事。もちろんその宮崎先生には健康管理委員会の委員もお願いしておりますし、ガラスバッジ の見方というものをこう教えていただいておりますので、常にまあそういった話はしております。まあ、そういった一方で、まあ、中央テクノの方 の、 その、まあ、自社でやっているもののバージョンアップということではそれはまあ別立てで、ありましたので、そちらに直接は関係ないということですね。その中央テクノが依頼があった時点では直接には関係ないということでございますので、それと別にその研究論文の方はまあ後ほど煮詰めて27年の8月に依頼するに至ったということでございます。まあ、それぞれ別立てで走っていたということでございます。高橋議員。そうしますと何の関係もないのに、今の答弁だとね、何の関係もないのに伊達市民の個人情報をテクノルを通して宮崎さんと早野さんに出したって理解でいいですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、研究論文に関しましてはそのデータが必要ですので、そちらの方は提供します。で、これに関しましてはもちろんそのガラスバッジのデータ、ガラスバッジを依頼するときに、まあ、そういったものに使わせていただきますということで同意書もいただいておりますので、そういったことで、そういったことには問題がないということで、こちらの方では考えてございます。高橋議員。その時点では9月では依頼の論文と関係がないと言っているんです。答弁でありえないじゃないですか。議長。答弁を求めます。直轄理事。まあ、同じことになりますが、その中央テクノルからの依頼があったときにはその時点では特に直接な関係はなかったということです。まあ、その後ですね、まあ、もちろんガラスバッジのデータは中央テクノルの方で、まあ、管理していただいておりますので、まあ、結果的にはもちろん中央テクノルからその、CD なりにして、提供しておりますので同じデータになるということでありますので、そちらを使っていることには間違いありませんが、その時点では、まあ、関係はなかったということでございます。高橋議員。関係ないのにあなたの判断でだから個人情報を渡したという理解でいいんですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、何度も同じになりますけれども、まあ、こちらの方では中央テクノルとともにその、ガラスバッジ の、 そのデータというものをこう作り上げておりますので、そういった面ではそれがこう、まあ、使いやすくなるとか、そういった精度が高まるとか、そういったことではこちらの方ではその求めるところではありますので、お互いにということで、そういったことをしている。もちろんそれは内容に関しましては、契約の段階で守秘義務等もありますので、そういったところには問題がないというふうに考えてございます。高橋議員。まずでたらめな答弁ですね。2014年の10月のパリの夜お願いしてんですよ、ね、そして2月にですよ、翌年の渡したのに論文と関係ないって、誰が信じられるんですか。そんな話それ嘘です。ありえません。前の年の10月に論文書いてくれって頼んでて、千代田テクノを通じて、ね、宮崎駿さんにそのデータが行って、何と論文が関係ないんですか、これ。おかしいじゃないですか。虚偽答弁。時系列的に見て、嘘の答弁をされています。嘘じゃないですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、何度も同じになりますが、その時点で、論文と直接は関係ない、その時点でにおいてはですね。まあ
中央テクノロから求められて、それとは別にその、まあ、分析の方の制度化ということで、なわけですので、そちらの方は直接はその時点で、論文とは関係ありません。ただ先ほどから申し上げているように、まあ、宮崎さんとそういう話をしたことは事実でございますので、その後、まあ、やり取りがありまして、まあ、論文化しようということでなって、まあ、8月にそういったことを正式にということですので、その間ということですので、まあ、直接的にはその今のものとは直接的にはですよ、関係はないわけです。こちらの方は制度的なシステム的なものであって、我々が宮崎さんと話し合ったことについては、その後に話を詰めまして、論文化に至ったということでございますので、直接的には関係がないということを申し上げているわけです。はい、高橋議員。まあ、それはあなたの主張を認めて直接は関係ないということにしましょう。ここはね、でもいずれにしたって誰が聞いたって前の年の10月に論文化してくれって頼んどいてよ、市長が自らね、パリでよ。で今度翌年の2月になってデータ中央テクノロジーもないんだから、そこから宮崎駿さんに渡したら論文に向かって渡したってこともありありじゃないですか。まあ、あなたの言ってるのは、GIS 化してね、地図に落とし込んで航空機と合わせてデータ出すっていう、そのベースが出来上がったために渡したっていう意味なんでしょ。それは答弁を求めます。直轄理事。その時点で GIS 化の話はしておりませんので、それとは別でございます。はい、高橋議員。じゃ GIS 化はいつお願いしたんですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、本当に正確な日時というか時間、そういうのは覚えておりませんけれども、まあ、具体的にその論文化をする段階にあたって、もちろんその、住所とのマッチングというのがありますので、その時点で GIS、まあ、我々も実際分からなかったんですが、その緯度経度を直さないとなかなかぶつけられないということがありましたので、そういったことは、まあ、春以降林先生とお話をしたということで記憶してございます。高橋議員。でいずれにしろそれがないとできないということが分かったので、林先生にはデータを渡してるんですよね。委員長。答弁を求めます。直轄理事。特に林先生にそのガラス鉢のデータとかそういったものを渡したということはございません。高橋議員。じゃあどうやって誰が一体 GIS 化してグリッとしたと、その航空機と合わせるのは誰がやったんですか。住所も入ってるやつで、住所ないとできないですからね。答弁を求めます。直轄理事。まあ、我々もこの GIS 化というのがこう、まあ、どういうものかわからなかったんですけれども、まあ、住所、今Google や Yahoo とかなんかで住所検索をすると、まあ、そういったものがこう出てくるということですが、まあ、ああいった技術がこの緯度経度に落とされているというふうに、認識しております。ということはこちらの方で、まあ、大技小技そういったものが分かれば、まあ、簡単に言えばマッチングできるというシステムだそうですので、こちらの方で特に、データがなくてもそういったものは緯度経度に落とせるということで、林野先生からお聞きしましたので、そういった意味ではその、伊達市内の小技というものをこう落としていけば、住所にたどり着くということを聞きましたので、まあ、そういったものがあるんであればそれでお願いしますということでなったわけで、別にガラスバッチのデータと、住所の GIS 化は一致しておりませんので、その GIS 化をしたものを今度ガラスバッチと宮崎先生が対して論文を書いたということでございます。高橋議員。まあ、かなり苦しい答弁ですけど、まあ、GIS 化するには住所がありますよね。でも情報開示請求いろいろやった人がいまして、担当者は林野さんに住所付きのを出したってこう言って、そのガラスバッチのデータよりも住所のね、個人情報を簡単に流出したっていうのは責任大きいと思うんですよ。林野さんに渡したんでしょ。それ答弁を求めます。直轄理事。そこに住所をですね、なんていうんですかね、住所がその取得されているというわけではありませんので、まあ、一般的に住民の住所というのは分かるわけで、先ほども言いましたけど、Google、Yahoo でももちろん、我々 その入力すれば特定されてしまいますので、そういったもので、住所情報を
地図上に展開するということで、アドレスマッチングというそうですけれども、そういったことはできてしまうということですので、まあ伊達市内のその大技小技というのはこういうものですよということで、それでできてしまうということですので、特にその個人情報ということではないというふうに認識しております。高橋議員、市が持っているガラシバッチのデータ管理で提供した人の住所録ですよ。それ関係ない人を入れたってしょうがないんだから、そこで落とすわけだから、それが早野先生に聞いたらそういうことができるってことが分かって、その提供をしてベースが出来上がったと。それで8月1日に、ね、契約したんでしょ。契約っていうか、まあ依頼したんでしょ。これ依頼と西田市長の間でね、その時には個人を特定する情報を削除した上で、個人情報保護に配慮した処理を施した形でご提供させていただきます。まあ、ここは書かないとね、問題になるって書いてあります、まあ、あと詳しいことはまた後で述べますが、まあ、いずれにしても誰が見ても10月でお願いしておいて2月に情報を渡したのに論文と関係ないから誰も信じない。論文と関係あるから渡してる。それから基本的に早野さんにお願いして、その GIS 化してグリッチして、大体このお住まいの住所とガラスバッジの情報の、いわゆる情報者提供者と大体接合して、航空機写真とモニタリングで一致させて正しい数字を出そうとしたのが今回の論文を書くまでのデータベースですよ。ここまでの流れで間違いないですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、大筋でそういった流れとなっておりま す, です、ね。はい、高橋議員、早野先生はどこまで関わったんですか、そのデータベースの段階では。答弁を求めます。直轄理事。まあ、早野先生につきましては、その GIS 化をするということで、その段階で関わってこちらではいただいております。ただ宮崎先生は、まあ、共同研究ということですので、そちらの方でそれをまたさらにこうマッチングさせるとか、その点はこちらの方では承知はしておりません。高橋議員、宮崎先生のことは聞いてない。早野先生がそれができるっていう先生だったので、それをお願いしたということで、いわゆる論文をに供するベースが出来上がったって時に、早野先生にお願いしてやったってことでいいんですよね。それは基本的には早野先生の指導で出来上がったそのベースですね。どうしよう。答弁を求めます。直轄理事。その GIS 化につきましては、早野先生にお願いしたということでございます。まあ、さらにその最終的なその宮崎先生がこう、作成しました論文にも、まあ、研究分担者ということで、早野先生がありますので、そちらの方は宮崎先生の研究の論文の中でということです。GIS 化についてのみ、こちらの方では関わっているということでございます。高橋議員、なんかしきりに宮崎先生のことは聞いてないんですけど、宮崎先生の話に持ってこうとしてたら、平野さんのことを聞いて、平野教授のことを聞いてるのね。あ、早野さん、ごめんなさい、早野先生です。勘違いしてます。早野教授にそれをお願いして、出来上がったということですね。それは早野先生とは契約はなさったんでしょうかね、そこは。答弁を求めます。直轄理事。いや、特に一般的な、先ほども話しましたが、アドレスマッチングという方法があるということですので、そういったことに関してお願いして、特に契約とかお金が発生したということはありません。はい、高橋議員。そうすると、いわゆる行政が持っている情報データも渡さざるを得ないですよね。担当の方が早野教授には別に乗り弁しないで、生のデータはお渡しするようにということで渡しているっていう現実は取ってあるんですけど、それに間違いありませんか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、特に確認はこちらの方でしておりませんが、先ほどから言うように、その住所から追って、できるということですので、特にその個人のものということではありません。まあ、その時話をしたのは、伊達、市内全域の緯度経度情報というのは、まあ、
すぐにできるということで、まあ、それを全部こう出して、そのうちそのガラスバッジの12ヶ月分やったそういった同意をもらっている人と、マッチングさせたということですので、GIS 情報の方は、まあ、全部極端に言うと本当に全域やったということでありますので、特に住所その、ガラスバッジをした住所に限ったものではないというふうに認識してますので、特にそういったものは問題ではないというふうに考えております。全域全部のものが緯度経度情報にすぐに、出るということですので、とりあえず全部やっていただいたということでございます。高橋議員。全部やるんなら早野先生でなくたっていいじゃないですか。ある時でやればいいんだ。しかも契約も何もしないで頼んだんだ。わかりました。そこに契約書はないんですね。口頭ですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、早野先生との、やり取りの中で口頭で、そういったものがあるというのであればお願いしますということで、お願いをしたところです。高橋議員。ここなぜ口頭でお願いできるんですかね、役所なのに。答弁を求めます。直轄理事。まあ、先ほどから話をさせていただいておりますが、まあ、我々はそういうスキルがありませんので、まあ、難しそうだなということだったんですが、まあ、科学者にとってはその先ほど言ったアドレスマッチングという、まあ、ことがあるということですので、まあ、非常に簡単ですよということをお話を聞きましたので、まあ、そういったことであればお願いしますということで、特にその、個人のという特定ではなくて、先ほどもから話してますが、伊達市内全部がところのアドレスマッチができますよということでしたので、それをやっていただいたという流れでございます。高橋議員。私が聞いているのは、役所なのになぜ口頭でそういうようなことがお願いできるのかって。ただで頼んだんですか。じゃあ、はい、答弁を求めます。直轄理事。まあ早野先生、などともこう、いろんなことを話をしてきておりましたので、まあ、早野先生がそうやって、できますよということで、どうなんですかということであったので、費用なども特に、いいですよということでしたので、そのように、まあ、先ほどから言ったようにそのアドレスマッチングということで、まあ、できますよということなんですが、まあ、こちらの方はスキルがないので、だったらそういうのを緯度経度情報に直してあげますよということで、やっていただいたということでございます。高橋議員。最初に戻りますけどもね、異例中の異例のことが起きていると、行政からデータもらってね、論文書けるなんてのは二度とない、ほとんどないことだ。そのぐらいタダでやるでしょうよ。だからそこなんですよ、役所として問題なのは。いずれはね、いずれは2014年の10月にパリで市長から頼んどいて、いずれ論文書かせてもらうとか分かってて、簡単にできるそんなグリッドかなんて金もらわなくたってやるじゃないですか、誰でも。そういう手続き論がおかしいっていうことをこれから言っていきたい。私が言ってることおかしかったらどうぞ反論してください。答弁を求めます。直轄理事。何度も話をしますが、特にその問題はないというふうに考えております。まあ、いろんなことをやっていただく中で、まあちょっとしたというとちょっと語弊がありますけれども、そういった中で、やっていく、そういったものの中の一つだというふうに考えてございます。高橋議員。はい、私はやはりいずれ、論文を書かせてもらうすごいデータがいただけるということで、そこに向かってサービスで順調にお互いにしゃべりながら進んでいったプロセスの一環であるというふうに捉えています。それからですね、前回質問が終わった後に市長からその情報ちょっとデータ貸してくれって言われて、お貸ししました。お貸ししたというよりはくれちゃったって返ってきてないんでね。それで、医大の研究計画書もその中にあったと思うんですけど、読まれてその後それを読んでどんなふうに対応しよう、正しかったのか、どういうふうにしようとしているのか、その考え方をお尋ねしたい。答弁を求めます。直轄理事。医大の
研究に出したものがありましたので、まあ、それは一読させていただきまして、特に問題ないというふうに感じております。はい、聞こえない。もう一度お願いします。特に問題ないというふうに考えております。高橋議員。ですね、まずこんなふうに書いてあるんです。医大の研究計画書には、本研究は伊達市における線量把握事業で得られたデータについて解析を行い、伊達市にその結果を報告するとともに学術的な成果として広く発信するという依頼、お願いされて、広く発信してくれって依頼に基づいて行われるって書いてある。そのため研究者自身が研究対象者を応募したり直接参加を依頼したりすることはない。それでも研究者は人権擁護のために以下を記す。まず研究対象者については、伊達市からこの研究の元となるデータを取得する事業について説明を受け、事業に参加しデータ提供を行うことに同意したものみを対象とする。同意したもののみを対象とする。また同意を得た研究対象者または代諾者が本研究の開始後にデータ提供への同意を中止する旨の希望を申し出た場合、その意思を尊重する。データ提供の同意不同意は研究対象者の自由意思によるものであり、データ提供に同意しない場合またはデータ提供を中止した場合でも不利益は受けない。医大の研究計画書、伊達市でその対応しました。答弁を求めます。直轄理事。まあ、同意書につきましては、もちろんその今話があったようにその、使ってほしくないという場合にはその、同意の取り下げという、ことができますので、そういった窓口はこちらの方で開けておきましたので、その時点でそういったことはありませんでしたので、同意をいただいた方々だけ論文の方にはデータとして活用させていただいたということでございます。高杉。まあ、でだらめだんまい。次にですね、研究対象者に理解を求め承諾を得る方法って取ってない。伊達氏はね、勝手にやっちゃって世界に流布されたんだ、これだけ被爆してっぞって伊達市民は。本研究は伊達市から線量把握事業にデータをご提供いただき、そのデータをもとに解析を行うために本研究に関する説明同意取得を研究者自身が直接住民に対しては行ってはいけない、医大ではやらないということだ。なお本研究は文部科学省、厚生労働省、疫学研究に関する臨時指針が定める人体から採取された資料を用いない場合に該当するため、研究対象者からインフォームドコンセントを受け取ることを必ずしも該当するため、研究対象者からインフォームドコンセントを受けることを必ずしも要しないと判断される。ただしこの場合において研究者等は当該研究の目的を含む研究の実施についての情報を公開しなければならないと定めているため、本研究の実施についての周知するためホームページや伊達市広報誌などに資料の公開文を掲載していただく予定である。予定である、掲載していただくじゃないんです、予定である。これやりましたか。だから市民は知らないんですよ。何部窓口開けてて私のは使わないでねっていうチャンスもどうぞ使ってくださいもやられてない。このことについてはどのように、先ほど問題はないっておっしゃいましたけど、大問題だと。答弁を求めます。直轄理事。まあ、今ほど話がありました、その人を対象とする医学系研究に関する情報公開というのは、医大の方でホームページにして行われておりますので、問題はないというふうに考えております。高橋議員。伊達市広報誌などにというのはどうなりますか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、それは絶対ということでありませんので、先ほども言いましたが、医大の方のホームページにてその掲載を情報公開をしておりますので、特に問題はないというふうに考えております。高橋議員。
まあ、これで役所なのか公務員なのか疑っちゃうんですけども、結局市が持っているデータを活用して論文に寄与する場合には研究計画書っていうのを作らなくちゃいけないって9月にも言いましたよね。市独自に持たなくちゃいけない。で、例えば持っている情報、ガラス鉢の情報データを拠出する際にも伊達市が独自で研究計画書を作った中にちゃんと臨時委員会というのを、審議会というのを作って、そこの了解を取らないと出しちゃいけない。それもやられていない。まあ、役所なんだかデタラメなんだか好きなようにやってるんだかわからない。で、どう見てもですよ、予定であるって入ってるのは研究計画書は作ってないってことが宮崎先生分かってるんですよ、伊達氏は。だから予定であるなんて逃げてくれて擁護してる部分もこれは見え隠れする、ね、そういう意味では、まあ、宮崎先生が悪いわけじゃないですよ、伊達氏が悪い。半沢直轄理事に問題があるということを申し上げて、市長はね、細かいこといちいち言ってないと思うんだ。あ、そうか、じゃあいい、それはいいこと分からん、じゃあやれ、いいね。そこもまだね、市長ね、本当はやっぱりこういうなんか手続き論ってあんじゃねえのかっていうことをちゃんと言うべきだったって思うので、まあ代表、まあトップとしては責任は問われると思うんですが、結局これ伊達市の個人情報保護条例、それの9条に、実施機関は保有個人情報以下この条において同じ目的外利用という、または当該実施機関以外のものへの提供を行ってはならないということで、ね、これ皆さんが持っている条例ですよ。ただし次の覚悟のいずれかに該当するときはこの限りでないということで、まあ、6つほどあるんですが、本人の同意、法令に定め、出版報道等によりもすでに公にされていると、人の命、体、財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認めるときというのが主な中身ですが、まあ、完全にこの第9条に抵触する行為を、いいことやんだからいびしたみたいなやり方で、役所とは思えないような手続きの中で伊達市民のガラス鉢の情報データを漏洩させた。情報漏洩ですよ。手続きによらないで出してんだからね。契約もない人さ、研究計画書も作んないでやってる。で、これ罰則規定があるんですよ。43条に、実施機関の職員もしくは職員であった者、または第一条の自宅業務に従事している者、もしくは従事していた者が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された第二条、こう訳してその全文または一部を複製しまたは加工したものを含んで提供したときは2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する対象になりますよ。これ、ね、議会としても大変な問題、中央のマスコミでも注目している6万ものデータが漏洩流出したっていう流れになるというふうに私は思っています。そのことについて以上、答弁を求めます。直轄理事、ガラスバッチにおきましては同意をすでに、いただくときに同意書をいただいているということですので、まあ、ただしがきのうちのその同意を得ているものということで、その点には問題はないというふうに考えておりますし、また国や独立行政法人、それに対するものであれば、まあ、提供はできるということもありますので、そういったものには抵触していないというふうに考えております。高橋議員、だから行政体も論文を書かせるときには研究計画書というのを作んなくちゃいけないんだって、ね、出す相手が悪いって言ってんじゃないんですよ。研究計画書を作ってその中で手続き論の中でちゃんとその審議会の了解を得て出すんだ。でしかもその手続きの中にはちゃんと周知徹底したり同意を取ったりするって手続きも必要なんだってこと、これが自治体ですよ。法律にのっとってあなたたちは仕事してんだから、俺こう言ったんだからいいんだなんてのは一つもないからね。そのことを管理するのが我々議会だから間違わないでくださいよ。それからガラスバッチの積算天井の同意書ってあるんだ、確かにね。これは積算天井系による外部被爆線量の推測結果データの取り扱いについてデータは伊達市が保管し市の健康管理に役立てられること、健康管理に論文が役立ちますか。
で、プライバシーに配慮し、名前がわからないように測定結果の一部を公表されること、ね、名前もわからないように、ね、これ誰々さんがなんぼだなんていうデータを同意してないですよ。でまた福島県立医科大学等研究機関で有効に活用されることに同意します。健康管理プライバシーに配慮して、ね、論文に寄与していいですなんてことはかかってない。論文にするときには研究計画書を作ってやれってなって、で先ほど読んだその、ね、臨時指針の中でも詳細に謳われているということですから、結局役所らしい仕事ではないと。言うからいいことに、いいことに向かって進んでんだから別に言えべえ、いずれにしてやったってそれはダメだってこと、法律にのっとって手続きをしてくださいっていうのがね、お役所の仕事なんで、ところがなかなかすぐ簡単に仕事しねないずらはって言われる術はそこにもあるんですよ。それはきちんと手続きによってやろうとするところで遅れも出る。民主主義は手間暇がかかる。税の支出は平等を基本とするので法律論で誤りないかということを見て支出するというのが行政のお仕事ですから、そこがちゃんとなされているかというのは議会のお仕事。まあ、基本的に第三者に提供したということは間違いない。それから個人情報保護条例違反を犯していることにも間違いないと私は思っています。それから市民の拒否権を行使する機会を与えなかったということも間違いない。どのように責任を取ってもらうかということがあるんですが、まあ、いかがですか、市長、今までの流れ聞いて。私、間違ってますか。答弁を求めます、市長。まあ、今のやり取りの細かいところはですね、これから検証する必要があると思いますけれども、しかし基本的にですね、この個人情報っていうのは匿名化されて使われているわけでありますし、それからこれは健康管理に役立てると、これは論文を書くためというわけではないと思うんですね。我々この低被曝線量化における、まあ、健康についてどうなんだっていうのは市民の関心のあるところでもあるし、私自身もそういうふうに関心を持っておりますから、学者の意見というかですね、まあ、学者が意見を言うのには一定のその論文なり何なりが書けるような学術的な裏付けがないと意見は言えないと思うんですけれども、まあ、そういう意味でそういうその我々が持っているデータを使ってですね、一定の見解を示してくれたと、まあ、これは論文という形になったわけですけれども、しかしその結果は我々の健康管理という面では私は有益であったんではないかと。さらにまた言えば、今後のそうしたその放射線の、まあ、被曝に関する、まあ、大げさに言えば人類の知見としては非常に有益であったと、このように思っております。高橋議員、それは主張の思いが分かるんです、ね、一市民とかね、他の人ならばいいんですよ。市長という行政マンを部下として仕事させている中においては、もう手続き上非常に違法な言葉だらけということで、自分が気持ちいいからいいんだとか、いや、よかったよかったなということで済むのが行政ではありませんので、それはあなたが市長、自宅で、それはそういうふうに思ってください。私は今の手続き論に関してどうかということを言っている。答弁を求めます、市長。まあ、手続き論においてもですね、担当理事から答弁があるとおり、私はそれなりに対処したと、このように思っております。高橋議員、だから研究計画書を作ってやらないと自治体は論文には手をつけられない、そこのところを私は言ってるんですよ。だからね、ただ出していいってもんじゃないってことです。それからやっぱりやるにはその何本も柱があって、基本ときちんとそこをクリアしていかないと、そういうことをやっちゃいけないんですよってことを言ってるんですよ。まあいいです、そんな程度のことで、今までも役所やってきたんですか、じゃから、恐ら恐ろしい、これからだって情報がどうなのか分かんないですよ、これ、ちゃんと法律に従ってお仕事していただかないと困るんです。今ね、
大変な関心を生んでおりましてね、例えばこの間ね、いろんな判例が出てんですよ。宇治市の住民基本データ、これ判決に負けましてね、1万5000円を用に1人当たりですよ。で、今回のだって、多分1万円ということに、例えば1件当たりになると6億円だ。で、それがタダでもらえてね、論文書くんだから、こんなすごいことないんですよ、早野さんも宮崎さんも。だから、私の最後で すごいことが起きたみたいなこと言ってる。これは市の財産でもあり、市民の権利でもある。それが勝手にあなたたちによっていいようにされちゃって、しかもですよ、世界に発信されたんだよ。 0.05 っていう本来の爆発前の、災害前の状況にどうやって戻そうか。で、そのことを、まあ、被爆者のひた隠しにしながらこれから生きていこうとしている。市エリアも除染してもらえない。そういう意味で風評も払拭しなくちゃいけないときに、全世界にさらされちゃった、勝手に。だから審議会や倫理委員会を通しなさいってことがある。えらい迷惑ですよ。私の情報も返してください。請求しますよ、まあ、請求する動きも出てます。すでにこんなことは許されないということで、6万を超す情報の漏洩ですのでね、そういう意味では、まあ、あのイアン・カーモスさんという映画監督の方も大変な興味を示しておられまして、これは組織ぐるみの情報漏洩だ。これ滋賀県でこの間自治体の情報漏洩事件があってですね、市が敗訴して1万円支払ったの。原告が1人だったので1万円でしたけども、伊達市の場合は6万人だと。繰り返し繰り返し行われた分を見ると、数十万件になるんじゃないか。数十億円の個人情報だ。価値にするとね、この例を一つ取ればですよ、いわゆる分かっていながら研究計画書というのは偉大にあるのも分かってたんでしょ。そのことを分かっていながらこういう手続き論で、しかもですよ、災害30号だってね、これは論文化されたものだってひた隠しにしたまま 0.16 で 0.23 より4分の1低い安全だってことが分かったってことを知らしめた、ね、このことだってこの論文によってそれが明らかになったってことをすれば、医大の研究計画書の中にも、ね、ちゃんと周知したってことになるんだけど、なってないんだよ。ここはどういうことなの。答弁を求めます。直轄理事。まあ、あの宮崎先生の論文の結果として、まあ、あの災害対策号に掲載しておりますので、そういうところは問題ないというふうに考えております。高橋議員。あれがだから医大の研究計画書に載っている周知の理解でいいんですか。答弁を求めます。直轄理事。まあ、あのこちらとしてはそのように考えております。高橋議員。どうやって私の扱わないでくれという個人の権利は守れるんですか、教えてください。答弁を求めます。直轄理事。まあ、あのそれはあのこの研究に使わないということはもう同意をもらっておりますので、まあ、もし仮にそれがあの、使わないでほしいということであれば、同意 その取り消しという行為がありますので、そういったものはあの、まあ、あのこの、この論文の前からすでにですね、そういったことは可能だということで、ありましたので、もしそういうことがあれば、あの同意書を、取り消しますという申し出をしていただければ、そういったことはできたということでございます。高橋議員。あの取り消すこともできますよってことを教えなかったら誰も分かるわけじゃないですか。何言ってんですか。だから研究計画書の中ではそういう行為を組み重ねていって断ってきた人には使っちゃいけませんよってことも倫理規定である。何聞いてる話今。そういうことしましたって意思表示できないじゃないですか、ね、それから健康のために使われる分野けど
世界中に自分たちの被爆量を流布していいなんてことを誰も認めてないって風評の蔓延ですよ。世界で伊達氏はわらそばつけてるけど、こんな若高く被爆してるらしいとなんてことわざわざ論文書いてお知らせした、この責任は大きいですよ。ここ裁判してもいいって言ってる人もいる。だから手続きをきちんとしないとダメだって言ってるのに、あなたは分かってて意図的にやったんだね、これね、研究計画書っていうのはあと宮崎先生と幾度となくちゃんと話してんだから、医大には研究計画書っていうのがあるって知ってたんでしょ。だその手続きだちゃんと分かっていたはずなのに、そのことを知っててこれほどのことを漏洩させたあなたは背任です。背任、ね、伊達氏職員として背任行為を行ったということを指摘して、次にいくかな。はい、それでは次に参ります。次は懸案の違法に支払われた80万円について入る。平成19年でしたか、高額賃金で採用した嘱託職員をめぐってですね、議会は市長に対して問責決議を行いました。市長は自ら減給処分をして、当時違法に手当が支給された件が問題となった事案でありますけれども、現在もその手当が返還されていないことが判明しましたので、先の議会の中で、どうなってますかということをお尋ねしましたら、まあ、調べますということで総務部長からご答弁をいただいておりました。その後どのような調査になったかお知らせいただきたいと思います。答弁を求めます。総務部長。お答えいたします。平成19年度における市民共同推進専門医の雇用に関する事案については、同年6月定例会において市長への問責決議がなされ、同年11月臨時会において、調査特別調査委員会の報告と市民と議会市民並びに議会への説明が不足し、また配慮が足りなかったとして市長が給与を減額する条例を提出し、ご理解の上可決いただいたものと理解しております。当該職員への二次下給金賃金については返還は求めてはおりません。なお改めて申し上げますけれども、事務手続き上違法性はないというふうに理解をしております。高橋議員。あの当時やっぱりみんなで、あの当時からいた議員はですよ、3ヶ月以上かな、多分勤務しないと手当の対象にならないんですよね、あの規定の中ではね。そういう理解なんですが、それはそれでいいんですかね、3ヶ月以上でないと手当の対象にならないっていう。答弁を求めます。総務部長。お答えいたします。平成19年3月29日に帰国規則を改